バーロは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカでポンテベドラに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は3668人で、ある。住民故障は、男女同系のバーンス、または、バース、エサ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.15%。 バーロは、ポンテベドラ県の北西部に位置し、コマルカでポンテベドラに属する。隣接する、自治体は、北から西にかけてがポルタス、東がモラーニャ、南が、ポンテベドラと、ポヨ、西がメースである。自治体中心地区は、ペルデカ内教区のサントアントニーニ地区。バーロは、カルダスデレース司法管轄区に属す。出展、イネ1900年から1991年。 1996年、住民は6の教区の37の地区に居住する。この地の最初の人類の痕跡は、カストロ文化時代のもので、バンドフェのカストロで発見されている。この地域のローマ化は、イチネラリオ・でアントニーノに記されている、この地域の南北を貫いている、ローマ街道、ビア・ジックスによってなされた。この街道は現在、ポルトガルからのサンティアゴ・ジュ路。ロ。 または N-555 五線と平行、もしくはほぼ同じルートとなっている。フロリダ・ブランカの国勢調査の文書によれば、旧体制下では、現在の自治体を構成する教区は、サンティアーゴ県のペニャフロール司法管轄区に属していた、ことが記されている。1812年のカディス憲法以後、自治体の境界確定によってはアロア、ロはトラスミアに属することになり、また、 司法区はカルダスデレース司法管轄区に属した。1822年がリシアが4県に再編された際には以前と同様トラスミアに属したままであった。1823年10月1日のフェルナンド7世の王霊によって旧体制が終焉。1835年7月23日の王霊によって新しい自治体が創設されることとなり、 同年8月23日、7つの教区によって構成される人口2459人の新自治体バーロが創設された。ポンテベドラ県が誕生すると、1836年6月22日、バーロはロマイ教区をポルタスに関して6つの教区で同県に属すことになった。バーロは最終的に1836年12月3日の県交法によって、 その創設が布告された。1900年に、サンアントニーニョ地区に自治体庁舎が移るまで、ポランス地区が自治体の中心であった。自治体市長は、ガリシア国民党のホセアントーニオランディン・エイリン。自治体表議員は、ガリシア国民党7、ガリシア民族主義ブロック3、ガリシア社会党1となっている。バーロは6の教区に分けられる。太とは、自治体中心地区のある教区。 ありがとうございます。